はい、皆さんこんにちは。今日は皆さんにカメラのお話をしたいと思います。まあ、このチャンネル見ている方でカメラにはそんな興味ないよって方多いかもしれませんが、ひょっとしたらこれから YouTube を始めたい、特に鉄道系 YouTube をこれから始めたいと思ってみる方見えるかもしれませんので、まあ、そういった方にこういうカメラを使うと鉄道系 YouTuber にはすごく便利だよというのを僕なりの視点でご紹介をしていきます。ということで、まずここに初めて使うカメラはこれがいいだろうというものを4つ並べました。左からビデオカメラ、スマホ、コンパクトデジタルカメラ、アクションカメラ。まあ、だいたい最初 YouTube を始めるとなると、まあこれらの中からどれがいいかなっていうのをね、迷われる方多いと思いますので、一般的な4種類を今ここに準備しました。まあ、これ以外にも例えば、レンズが交換できるミラーレス一眼カメラとか、あとちょっと変わったところではこういった360度カメラなんていうのもありますが、まあ、これらはちょっと初心者の方にはハードルが高いかなというふうにも思いますので、今回の中には省きました。当然これらで YouTube 撮ることもできますし、レンズ交換式のミラーレス一眼なんかは写真も綺麗に撮ることができます。動画も綺麗に撮ることができます。今この撮影しているこのカメラ、ソニーの α6400 というカメラですけど、これを持ち出して外で動画撮ることも全然問題ないので、すでにもう持っている方はこういうのを使って始められても全然問題はありません。でちなみになんですけど、今僕が使っているのはこちらです。アクションカメラの中でも、まあ一番代表的な GoPro Hero と呼ばれるものです。それの最新版 GoPro Hero 9を今僕は外で撮影する場合、主に外で撮影する場合はこれを持ち出して撮影をしております。まあ、このカメラにメディアモジュラーというものとマックスレンズ、それからロードのワイヤレス GO というこのワイヤレスマイクです。こっちが受信機で、まあ、こっちが送信機になるんですけど、この組み合わせで僕は今乗り鉄動画の撮影を主にしております。まあ、いろいろカメラ使ったんですけど、最終的にこれに行き着いたというのはまた、これをご紹介するときに、理由をお話しいたします。その前はね、この ZV-1 を使ったりもしてたんですが、今はこっちを使ってます。では1個ずつ、それぞれのカメラのメリットデメリットをご紹介していきます。まずはじめにスマートフォンからいきましょう。まあ、おそらく YouTube を始めようと思って見える方はですね、大体の方がスマートフォン持って見えると思うんですが、まあ、持って見えない方がいたらごめんなさい。まあ、持ってるという仮定でお話をさせていただきます。もしスマートフォンをすでにお持ちでしたら、これを使うのが一番簡単です。これを使うのが一番簡単ですし、ぶっちゃけこれ一台で本当に十分何でもできます。実際今いわゆる登録者がたくさんいる、再生数がたくさん伸びている、YouTuber さんもカメラスマホ一台で済ませてるって方たくさん見えます。あのテレビに出てるフワちゃんも確かね、スマホ一台で YouTube やってみると思うんですけど、もうぶっちゃけこれがあれば他こういうのいらないんじゃないかなっていうぐらい便利なものです。しかも今のスマホめっちゃカメラ綺麗に撮れますからね、下手なカメラ使うより全然これ1台でいけると思います。まあ僕ね、実は iPhone しか持ってなくて Android のことがよくわからないんで、まあ、iPhone を前提にお話しさせていただきます。でスマホを使うメリットですね、特に iPhone を使って YouTube を始めるメリットですけれども、1つ目、iPhone1 台あれば撮影、編集、アップロードが可能です。これはですね、 iPhone には iMovie という、無料の動画編集アプリが初めから入ってます。でこの iMovie が非常に優秀で、このアプリで全然問題ないんですよね、編集って。まあ、例えばなんかあの有料のパソコン版のなんか高いやつとか買わなきゃいけないんじゃないかって最初思われると思うんですが、この iMovie っていう無料のアプリがものすごく優秀なので、もうこのアプリで編集しても全然大丈夫です。ちなみに僕、YouTube を始めた今から7年8年ぐらい前ですかね、もうその iMovie を使って初期の頃は編集してアップロードしてました。で撮影の方も
まあ、これ iPhone11 Pro ですけど、今はこうカメラが3つついてて、標準レンズの他に広角、狭いとこでも広く撮ることができる広角レンズ、それから望遠、遠くのものを大きく写すことができるレンズ、望遠レンズがそれぞれついているので、撮影の時にそれらをね、切り替えて撮影するんですけども、標準レンズ1台でこうピンチでこうピュッと拡大する、画面を拡大して遠くのものを大きく撮るということをすると、いわゆるデジタルズームって言うんですけど、画質が劣化しちゃうんですが、これはレンズそのものが望遠レンズになるので、望遠レンズを使って遠くのものを写しても画質が劣化しないというメリットがあります。で、まあ、それからあとはまあアップロードがこれでできちゃうということですね。いちいちパソコンに動画を写してで編集してパソコンからアップロードしたくても YouTube のアプリに接続して、編集終わった動画をタップすればアップロードできてしまいますので、もうすでにスマートフォンをお持ちの方で今から YouTube 始めたいなって方は特にこういったものを揃える必要は本当にありません。他のカメラを揃える必要はありません。 iPhone1 台あれば全然問題ないです。まあ、あとデメリットとして言うならば、撮影中にスマホとしての機能が使えないということがあります。まあ、当たり前ですけれども、例えば調べ物したい時に撮影しながら調べ物はできません。 SNS とか電話とかそういったのも撮影中は使えないというデメリットがあります。あとはですね、まあ、電池の持ちですね、まあ、持ちは昔のスマホに比べれば良くなったんですが、まあ、例えば撮影で電池使い切っちゃった場合、その後まあなんて言うんでしょう、充電しないと使えないんで、終わってから調べ物とか連絡とかしようと思っても電池が切れちゃってると、使えないというデメリットがあります。まあでもそれらはね、モバイルバッテリーで解決することできますし、撮影中はそもそもね、そんな調べ物とかしないことがほとんどですので、特にデメリットっていうことにもならないですので、まあ本当ね、これといってデメリットらしいデメリットも実はないんですよね、スマホと本って。ですんで、まあこれ1台あれば特に問題ないです。まあ、あとは、まあ、欲を言えば、まあ、こういったこういわゆる自撮り棒のようなものと、それからスマートフォンをその自撮り棒三脚につなげられるこういうアタッチメントがあるとすごく便利ですね。まあ、これなんかは自撮り棒にもなりますし、三脚としてこう立てかけることもできるので、まあ、こんな感じで角度変えたりしてね、自分の好きなところをスマートフォン立てかけて撮影することができます。あとは外部マイクなんてものがあってもより良いですね。こういうところにこうコールドシューっていうんですけどね、こういうところに外部マイクをつけて、でここにこう挿してね、音声はマイクで撮るとことにすると綺麗な音声で撮影することはできるんですが、まあ、ぶっちゃけ iPhone マイクなくても綺麗に音声撮れるんでね、これはまあ最初は必要ないと思います。まあ、やっていくうちにですね、例えば屋外で撮影してるとどうしても賑やかなところで、お話をしてもですね、周りの騒音で自分の声がかき消されちゃうっていう場面が出てくることがあります。そういう時に、まあ、マイク、ピンマイクのようなものをつけたり、ここの上にオンマイクのようなものをつけて音声を明瞭に録音したいという場面が出てくるかもしれないので、まあ、そういう場面が出てきたら後からマイクを追加で購入するという選択もあると思います。まあ、ということでね、まあ、特に本当に今言いましたマイクもあった方がいいけどなくても全然問題ないですし、デメリットとしては本当特に何も思いつかないので、もしスマートフォンを持ってみる方はスマートフォンで YouTube を始めることをお勧めいたします。まあ、ただ一点最後に Android のこと僕よくわからないってさっき言いましたけど、 Android はどうもね、無料の動画編集アプリっていうのを僕ちょっと見つけられなかったんですよ。ですので、ひょっとすると Android の場合は別にパソコンと編集ソフトが必要になるかもしれません。 Android で撮影したデータをパソコンに移してパソコンで有料または無料の動画編集ソフトっていうのをインストールしてそちらで編集するという手間が必要になるかもしれません。ただまあ Android でもし無料のそういうアプリがあればね、そういうのを使っていただいてもいいと思います。はい、じゃあ次こちら行きましょう。ビデオカメラです。僕が持っているのはね、キヤノンのビデオカメラなんですけども、まあ、今キヤノンビデオカメラ作ってなくて今から購入しようと思うと一般的にはソニーとかパナソニックのビデオカメラが一般的になると思います。まあ、有名な鉄道系 YouTuber さん
まあ、名前出すとスーツさんとか、あとは謎のチャンネルさんなんかも確かこういったビデオカメラを使って普段動画撮影してみると思います。こんな僕が持っているようなこんな安いやつじゃなくて、彼らが持っているのは多分ね 4K が撮影できるやつだったと思います。 4K ね、画質がめっちゃ綺麗に撮影できるビデオカメラを持って見えます。で、このビデオカメラのメリットとデメリットをねご紹介していきます。メリットとしてはですね、まあ、今言いました有名な鉄道系 YouTuber さんもこれを使っておられます。こちらもともとビデオを撮影するためのものですので、扱い方が非常に簡単ということです。まあ、例えばこれだと、もう電池がないからあれですけどね、入りましたね。モニターを開くだけで電源が入ります。で、ここに録画ボタンがついているんで、これを押すだけで録画スタートということになります。ここにね、ズームレバーもついてますんで、操作は非常に簡単です。初心者でも迷うことなくビデオを撮影することができます。それからあと、電池が持ちます。さすがやっぱり動画専用ですので、この電池が非常に持ちます。まあ、ただ最初についている、まあ、標準的な電池はあまり持たないかもしれませんが、別売りでこうもっと大きなバッテリーっていうのがありましてね、そういうのを別に購入することで、長時間の動画の撮影でもバッテリー切れの心配をすることなく撮影を続けられることができます。まあ、初めのうちは標準バッテリーだけでも大丈夫だと思いますが、慣れてきて1日で何個もね、何本も動画を撮影するようになると、予備バッテリーの購入をすると良いかもしれません。で、次、僕これが一番だと思いますが、ズームが効くということです。まあ、ズームっていうのは遠くのものを大きく映すということなんですけれども、まあ、このカメラで何倍ぐらいだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけれども、要は遠くのものを大きく映す、まあ、ズーム倍率っていうのがあるんですが、そのソニーとかパナソニックさんの 4K が撮れるカメラって遠くのものでもめっちゃ大きく映すことができるんですね。まあ、ですので、例えばホームに立ってて進入してくる列車を遠くから狙うとか、まあ、沿線に立ってて列車に近づけないんだけれども、遠くからでも列車を大きく映すことができるというメリットがあります。まあ、これが正直ビデオカメラを使う、鉄道系動画で使う、まあ、最大のメリットなのかなというふうに思います。で、一般的に遠くのものを望遠で映すとですね、手ブレがしやすくなるんですが、ソニーとかパナソニックさんは、まあ、確か手ブレ補正っていうのもついてて、ソニーだと空間光学手ブレ補正、パナソニックだとね、なんだっけな、名前ちょっと忘れちゃいましたけど、手持ちで望遠で遠くのものを撮影しても、手ブレ補正が効くという確か機種があったというか、まあ、そういう機種だったと思いますので、やっぱり有名な方が使われているというだけのことはあると思います。ただ、まあ、このカメラにもデメリットがありまして、ですね、望遠の反対、広角側が狭いです。広角側っていうのは、まあ、望遠の反対ですね。望遠というのは遠くのものを大きく映すんですけど、広角というのは近くのものをこうたくさん撮れる、広く撮れるかどうかってことなんですけど、まあ、これが狭いんですね。これが狭いとどうなるかって言いますと、まあ、近くにあるものを全体で映すことができないということです。例えば鉄道の車内って狭いので、まあ、テーブルに何か置いてお弁当でも映そうかなという時に、お弁当の全体がね、映んなかったりします。正直これだとちょっと狭いっていうデメリットがあります。まあ、こんな感じですね。こんな感じ、今こんだけしか映らないんで全体映らないよってことですね。でも広角を広く映すことができるレンズを使うと、まあ、こうやってね、広い範囲が映るよということで、まあ、この広角側がまあ狭いというデメリットがあります。で、まあ、この広角側の背が狭いと、もう一つ何が困るかっていうと、自撮りです。自撮り、まあ、これは自撮りする YouTube の方限定ですけど、まあ、こう液晶画面をこう、ね、反対にこうくるっと丸げてね、こうまあ自分撮りをするんですけれども、ここが狭いとだいぶ腕をね、ぐーっとこう伸ばしてね、自撮り棒なんかも先っぽにつけてぐーっと伸ばしてね、離したところで顔が全体的に映るようにしないと、画面に自分の顔が映りきらない、収まりきらないというデメリットがあります。で、まあ、それらの、まあ、解決方法としてはね、まずその自撮りをしなければまあ問題はないわけで、僕はちょっとまあ YouTube 始めるんだけど、いきなり自撮りの撮影をちょっと恥ずかしいなという方は特に問題ないですし、あとはこういったね、一応広角用のこういったレンズなんかも売ってます。
でこういうのをね、ワイドコンバージョンレンズっていうんですけど、こういうのを装着することによってね、こうやってね、画角を広くするということもあります。まあ、これはこれでね、あの画質がでまたちょっと悪くなっちゃうというデメリットもあるんですけれども、一応これを使えば広い範囲を映すということもできます。まあ、あとはね、画質を落としたくなければ、さっきも使ったこういったね、自撮り棒、こういった伸びる自撮り棒なんかを使って自分からねカメラの位置を離して、で、ちょっと広く映せるようにして自撮りするということも可能です。はい、ということでね、非常に操作はしやすいんですけれども、まあデメリットとしては広角側が狭いというのが、まあビデオカメラの特徴です。じゃあ続いてこちら行きましょう。コンパクトデジタルカメラのご紹介です。ちなみに僕が持っているのはこれソニーの ZV-1 と言いまして、これはですね、まあ、コンパクトデジタルカメラっていうのは、まあね、写真を撮るためのカメラなんですけれども、まあ、それに動画も撮れるよっていう機能がついているのが一般的なんですが、この ZV-1 に関しては動画も撮れるコンパクトデジタルカメラ、ソニーさんは、Vlog 用カメラという言い方をしています。 Vlog っていうのはね、ビデオブログの略です。まあ、YouTube や SNS などに、動画のアップロードをする時に使うカメラ、専用カメラといったような位置づけでしょうか。はい、これのまあメリットをお話ししていきます。まあ、ZV-1 ですと Vlog 専用カメラですので、まあ、本来こういうカメラを使って動画を撮るときってちょっと設定がめんどくさいんですよね。ただまあこれはですね、こういったところに背景ボケ、背景くっきり、切り替えボタンとか、あとここがね、これゴミ箱ボタンになってますけど、これがね、買った時は確かね、商品紹介モード切り替えボタンとか、まあそういった感じでですね、Vlog、YouTube を撮る人に特化したカメラということで操作が簡単になっております。いちいちね、難しい絞りとか、シャッタースピードとか、そういった難しい設定をしなくても、綺麗に映画のような背景をぼかした綺麗な動画を撮ることができるというのがこのコンパクトデジタルカメラのメリットです。で、あとまあそれに付随してなんですけれども、センサーが1インチと言いまして、大きなセンサーを積んでおりますので画質がめっちゃ綺麗です。さっきも言いましたけれども、大きなセンサーを生かして背景をぼかしたり映画のような綺麗な動画を撮ることが可能となっております。で、去年の9月ぐらいから乗り鉄動画っていうのを始めましたけども、最初の頃は僕この ZV-1 を使っておりました。これねすごく最初の頃は良かったんで、よく出てくれたって感じで、飛びついて買っちゃいました。特にこの ZV-1 はですね、ここに外部マイクの入力端子っていうのがついておりまして、今までコンパクトデジタルカメラっていうのはこういう端子がなかったんですね。ですので音声はカメラについているマイクで撮るか、別撮り IC レコーダーかなんかで別撮りして編集ソフトで合わせるという必要があったんですけども、 ZV-1 に関してはこの外部マイク端子がつきましたので、これで自分の好みのマイクを使うこともできますし、まあ、そもそもここに今度はモフモフがついてますけど、この ZV-1 はですね、ここのマイクがすごく強化されてます。一般的なコンパクトデジタルと違って、Vlog 専用カメラということですので、ここのマイクも非常に性能が上がっております。ですので、わざわざ外部マイクをつけなくても、このマイク一つで、音声が明瞭に録音できると。しかも付属でこういったね、ウィンドジャマーといいます。まあ一般的にモフモフなんて言いますけどね。こう装着することができるので、これを使えばね、風が強い屋外でも、風切り音ボフボフボフっていうね風切り音を低減してくれるということがあります。まあこちら、すごくいい Vlog カメラなんですけども、やはりデメリットもありまして、一つ目がですね、やっぱり広角がちょっと狭いです。広角がちょっと狭いです。まあ、これ一応 35mm 換算で 24mm 相当っていう画角が広角側なので、まあ一般的なカメラにすれば 24mm ってすごく広いんですけど、まあでもやっぱり自撮りするとなるとちょっと顔が大きく映っちゃうかなという感じがいたします。まあ、腕をいっぱい伸ばしてね、こういった自撮り棒、まあこれはソニーのですけどこっちでもいいんですけどね、まあこういったものを利用して、顔からぐーっと離して自分撮りをすれば、
まあ、多少顔がちっちゃく映るかなということはありますが、やっぱちょっと広角が狭いっていうのは昔から言われております。一応ねこれもね社外品なんですけど、ここにねアタッチメントがあって、一応ワイドコンバージョンレンズをつけることも一応可能です。でデメリット2つ目としてはね、電池の持ちが非常に悪いです。やっぱコンパクトデジタルカメラっていうくらいなんで、コンパクトにできてますので、電池がこれ ZV-1 用の電池ですけど、電池がちっちゃいのでね持ちが悪いんですよね。まあまあただ電池の持ちが悪いっていうのはどれにも言えることなんで、まあ、あえてデメリットではないかもしれません。あと手ブレ補正ですね。一応手ブレ補正ついてるんですけど、やっぱりね、まあ後から紹介します、こっちを使い出しちゃうとこれの手ブレ補正がすごすぎてちょっとこれがね見劣りするって感じがします。まあ、これ自体もね手ブレ補正はめちゃめちゃ効くんで、すごい普通のコンパクトデジタルカメラに比べるとこれはすごく手ブレ補正効くんですけど、まあ、ちょっとこっちがねすごすぎちゃって、最近では見劣りしてるかなって感じがいたします。あとメリットのとこで言うの忘れましたけど、一応これもね画角が変わりますので、はい、ここでね、この遠くのものを大きく写すこともできます。ですので、まあビデオカメラほど遠くのものを大きく写す倍率はありませんが、まあ鉄道のホームの端ぐらいに入ってきた鉄道を大きく写すということぐらいは、このカメラでも可能です。では最後こちら GoPro9、 こちらをご紹介していきます。まあ、僕がねこのカメラを今使ってる一番の理由はですね、まあ、いくつかあるんですけど、手ブレ補正と水平維持です。これは GoPro の紹介をして見えるガジェット系のカメラ系の YouTuber さんが散々紹介しておりますが、このですね、手ブレ補正と水平維持がこの GoPro がすごすぎてですね、正直他のカメラをちょっとね今僕使えないぐらい優秀だなって思ってます。ですので今これを使ってます。まあもちろんここら辺でも手ブレ補正すごくいいんですけど、これらでも全然昔に比べたらいいんですけど、これが優秀すぎちゃってね、そうなってます。特に水平維持機能に関しましては、これ今録画してますよね、これをね、このねカメラをこうなんて言うんでしょう、傾けてもですね中の画像は傾いてないんですね、水平を維持してくれてます。であと手ブレ補正ね、こう手ブレ歩きながら撮ってる時とかこうガタガタ揺れたりすることもあるんですけど、電車に乗っててもガタガタ揺れたりすることあるんですけど、このカメラは、これだけカメラが揺れても中の画面は全然揺れないという、この2つの手ブレ補正と水平維持、これがすごくて僕はこの GoPro9 を使っています。で、まあ後のメリットとしましては、前面にモニターがついているということですね。自撮りをしている時に、自分の顔が映ってるかどうか、背景はどの辺まで映ってるかどうかっていうのを確認しながら、自撮りをすることができるのが、まあ、GoPro9 のメリットです。これ GoPro8 まではこの前面モニターなかったんですけど、9からこのモニターがついて映ってる範囲を確認しながら撮れるっていうのはすごく僕にとっては使いやすくなっております。それからこのレンズを、標準のレンズじゃなくて僕は別売りの MAX レンズっていうのを使ってます。まあ、これを使うことで、より広く撮影をすることが可能となりました。ですので腕をぐーっと伸ばして撮影しなくても、自撮りする時なんかは本当顔の真ん前で撮影しても、すごく広く撮れるので、まあ僕の顔が大きくならないと、おっさんの顔がね画面いっぱいにならずに済むというメリットがあります。あとさっきのこの水平維持ですけど、水平維持、広い範囲でもこの MAX レンズをつけることによって、広角側でも水平維持が効きますので、でこちらを使っております。最初についてきたカメラだとね、ちょっと画角の狭い、リニアっていうモードでないと水平維持使えないんですけどね、MAX レンズを使うことによって広角でも、水平維持が使えるんでこれをつけております。であとこのね、側、これメディアモジュラーと言いますが、このメディアモジュラーをつけることによって、ここにね、外部マイク端子がつきます。でこの外部マイク端子を使って、ピンマイクとか、
他のマイク、自分の好みのマイクをつけることができるので、僕はこのメディアモジュラーというのをつけております。まあ、ここにもねマイクついてるんで、メディアモジュラーにも、これもまあ綺麗な音で撮れますし、もっと言うと GoPro 本体のマイクでも全然音綺麗に撮れるんで、これ正直ね外部マイクなくても特に問題ないんですけど、まあ僕はあえてちょっとねこのワイヤレスマイクをつけて普段は撮影をしております。まあ、これなんでかっていうとね、やっぱり周りに人がたくさんいて大きな声で喋れないとき、まあ迷惑かけちゃいますんでね、うるさくて、で小声で喋んなきゃいけないときに、まあピンマイクとかワイヤレスマイクがありますと、このマイクを口元まで持ってきてね、ちっちゃい声で、ボソボソと喋っても録音、まあ、それなりに声が入ってくれますので、音質はまあ悪くなりますが、口元でボソボソ喋っても音声は録音してくれますので、で僕はこのメディアモジュラーにワイヤレス GO っていうワイヤレスマイクの受信機をつけて、で自分のポケットの方には送信機ピンマイクをつけて、こちらで撮影をしております。まあ、やっぱこれだけ素晴らしい GoPro9 なんですけど、やっぱりデメリットもありまして、特に鉄道系なんかではちょっとそれがデメリットになるかもしれませんが、広角側は広いんですけど望遠がありません。まあ、モードを切り替えればもちろん狭くすることができるんですが、ビデオカメラとか ZV-1 とか、あとまあこのスマホの望遠レンズほど遠くのものが大きく映らないというデメリットがあります。ですのでホームに侵入してくる列車なんか撮影してても、全然ちっちゃいです。画角をね、撮影しながら変えることができませんので、ちっちゃいまま列車がホームに侵入してくるシーンしか撮影することができない。また遠くを走っている列車を撮影しても、画面にはちっちゃくしか映らないというデメリットがあります。まあ、あとあえて言うならこの MAX レンズを使うと 4K で撮影できなくなるとか、画質がちょっと劣化するとか、まあそういったデメリットもありますけど、それはちょっとね初心者の方には難しい話なので、今回は省きますけれども、あとはまあ電池かな。電池もやっぱりどうしても、こうモニターをつけっぱなしで撮影してますとすぐになくなっちゃうんで、僕はこう後ろ側はね2分ぐらいで消えるような設定にして、手前側だけつくようにしてるんですけれども、まあ、こういう電池もやっぱりすぐに減りやすいので、僕は社外品の予備電池を3つぐらい買いましたかね。まあ、安い中国製の電池なんですけれども、そちら予備電池を3つ購入して、もともと入ってた、純正の電池と合わせて4つを普段持ち歩いています。はい、いかがでしたでしょうか。もし皆さんが今から鉄道の YouTube を始めたいと、乗り鉄の様子を動画に撮って YouTube に上げたいと思って見える方、もし見えましたら、今日お話ししたことを参考にしていただければと思います。もう一度おさらいしていきましょうか。まず一番左の、ビデオカメラから。ビデオカメラはビデオを撮る専用の機械ですので、扱いが非常に簡単です。有名な YouTuber さん、スーツさんなども使っておられます。遠くのものもね、大きく映すことができるので、まあ、こういうのを購入される方もいいんじゃないでしょうか。スマートフォンを使われる場合、ほとんどの方がすでにスマートフォンを持っておられると思いますので、これ1台あれば、特に iPhone だと iMovie という無料の動画編集アプリも最初から入ってますので、これ1台で撮影、編集、YouTube へのアップロードが完了します。特に初期投資をすることなく YouTube を始めることができます。はい、こちらコンパクトデジタルカメラです。特にこのソニーの ZV-1 はセンサーサイズが大きいので画質が綺麗です。また Vlog 専用カメラということで、初心者の方でも、カメラの知識があまり詳しくない方でも、ボタン一発で背景をぼかしたり、商品紹介などピントがすぐに合ってくれたりするモードが、ボタン一発で切り替えができますので、初心者の方でも簡単に映画のような動画を撮影することができます。こちらアクションカメラ、僕が持っている GoPro9 は、手ブレ補正と水平維持が秀逸ですので、自撮りなんかするとき、自撮りじゃなくてもいいんですけれども、カメラを持つ手がに、意識を集中しなくてもお話をすることに集中ができますので、その辺ではすごく撮影が楽になっております。マイクもね、これ自体のカメラ自体のマイクも GoPro9 のマイクはすごく綺麗にクリアな音声が撮影できるんで、
まあ、自撮りなんかをしながら撮影するスタイルだと GoPro 9おすすめです。まあ、繰り返しになりますが、スマホ持って見える方はね、本当にスマホ1台あれば全部できるんで、特に何か新しいカメラを買う必要はないと思います。どうしても何か買いたいなと思われるのであれば、ビデオカメラ、コンデジ、アクションカメラ、それぞれ特徴がありますので、自分がどんな撮影スタイルが、自分に合ってるかなっていうのを見極めてから購入されることをお勧めいたします。まずスマートフォンで YouTube を始めてみて、こういうところが足りないなとか、こういうことを僕はやってみたいなという自分のね、動画のスタイルが、見極めれるようになってから、ビデオカメラなのかデジカメなのかアクションカメラなのかっていうのを選択されることを僕はお勧めいたします。はい、ということで長々と喋ってまいりましたけれども、今日は今から YouTuber、 特に鉄道系 YouTuber になりたいと思って見える視聴者さんが、もし見えましたらこんな感じでカメラを選ぶといいんじゃないでしょうかというご紹介の動画を1本撮らせていただきました。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それでは。